元ビーチバレー選手の坂口加穂さんが30日、自身のインスタグラムで第1子妊娠を発表した。夫は東京五輪7人制ラグビー日本代表の松井千人、千人。新しい命を授かりました安定期に入っており体調も安定しています、と喜びを記した。画像、妊娠を発表、新しい命を授かりました。 ワンピース姿の坂口果歩さんと夫の松井千仁が並んだ2ショット写真。坂口さんはインスタグラムに松井との2ショット写真を公開し、千仁くんや周りの皆さんの優しさのおかげで日々楽しみながら過ごせています。変わらず活動していくので引き続きよろしくお願いします。と報告した。27歳の坂口さんは2021年12月に松井との結婚を発表。2015年に公式戦デビューし、 朝尾美和さんに続く新ビーチの妖精と呼ばれて人気を博した。東京五輪の出場を村上玲香とのペアで目指したが、日本代表決定戦の敗者復活戦に敗れて出場はならず。21年12月に現役引退することを発表していた。28歳の松井は快速ウイングとして学生時代から活躍。17年にサントリーに加入し、 20年にキャノンに移籍した東京五輪の7人制ラグビー代表では首相も務めた